クラッシュ新世代53キロリミット最強争奪。本日のメインイベントクラッシュバンタム級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者165センチ52.8キログラム、ウィラサクテックフェアテックスミノワ、ジュニアウィラサク。10歳からウィラサクレックフェアテックスジム一筋、ジュニアウィラサクレック21歳。赤コーナー171センチ52.8キログラム、 K1 ジム三軒茶屋シルバーウルフ、クラッシュバンタム級王者金子明宏。対してこちらも先輩たちには王者がたくさんいます。 K1 ジム三軒茶屋シルバーウルフの金子明宏21歳です。1997年1月29日生まれの金子チャンピオン初防衛戦、同じく1997年9月12日生まれのチャレンジャー純也ウィラサクレック、青いグローブを合わせました。さあ放送席、斉木玲香さん、石川直樹さん、中村匠さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあまず斉木さんは、はい、純也に取材も観光しましたよね、はい、どんな風に雰囲気感じ取りましたか。いやでもインタビューも本当に自信満々ということで、はいはい、かなりこうチャンピオンになる自信があるとおっしゃってました、うん、やはりそのムエタイというテクニックの点でですよね、うん、はい、そうですね、はい、まあ、でも蹴りだけでなくパンチもという、はい、どうですよね。そうですね、このクラッシュルールの中で力が結実しつつある。右のローキック、純也パンチは赤いグローブ、チャンピオン金子です。リングの中央にいる純也、そこに蹴り、チャレンジャーを中心に置いて動いているのが金子です。ワンツースリー、左はボディ引っ掛けるようなパンチ、左ミドルキック、強いのが純也です。やっぱ蹴り強いですね、速いですね、ありますね、スピードが十分。そして石川さん、純也もう今本当に上り調子、これ威力も上がってますよね。はい、いやもうゴング開始直後ミローが、ね、はい、ちゃんと当たったんですけど、それでちょっとね、金子選手どういう、うん、の気持ちになったんですね。今もその右のロー、うん、膝の裏横のあたりです。まあ斉木さん、純也がいい顔してますね。そうですね、まあ、緊張感もありつつ、はい、でも気合も感じられますね。そうですね、さあそこには前蹴りから膝で低空飛行のように飛び込んでいくのが金子です。最初の1分、中村さんの目にどう映ってますか。そうですね、まず1分すり早い、ね、純也選手もすごく仕上がりがいいなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、2人ともやっぱファイトスタイルがね、このまま全く違うんで、どういうリズム感の試合になるかと思うんですけど、なんていうんですかね、金子選手のこういう速いリズムというかテンポに純也選手があんまり合わせすぎると、ちょっと後半金子選手に捕まるんじゃないかなって気がするんですよね。前回のチャレンジマッチでは郡司大斗選手に延長判定で勝利でしたので、はい、なんですか、リズムがどっちに合わせさせるかって感じなんですよね、今ステップからジャンプがありましたが、パンチで止めるのが青いグローブ、純也、右膝強い。だからある意味試合が面白くなったり、こう噛み合っちゃうと、僕は金子選手のペースだと思うんですよね。おお、こういうパンチの威力も十二分にということですね、金子の戦いぶり。金子選手はあんま目立たないですけど、ああいう前蹴りとか膝、はい、こう蹴りとかの細かいフェイントとかすごい上手いんですよね、そうですね。佐伯さん、ちょっと高校の時将棋部だったなんていうエピソードもびっくりですけど ね、意外ですよね、でも天然だけど賢い、やっぱり頭はいいんですよね、やはりそうですね。あとも、はい、練習した選手はみんなこう金子が強くなってるって言うんですよね、シルバーウルフのメンバーが。そうですね、今日も塚越選手がセコンドについていますし、指示は随時送られています。それをしっかり聞いて前に出る金子、左フック、そしてまたガードを高くします。純也が前に出ると距離を取って左の前蹴り、膝を動かしてリズムを取る、そのステップワークも違います。金子が純也を真ん中に見て動いていきます。左ミドルキックはチャレンジャー純也、もう一発、それをパーリングのようにしてさらに前に出て自らも左ミドルキック、金子です。第1ラウンド終了。
さあ佐伯さん、1ラウンドもスリリングそのものでしたね、はい、そうですね。そして何よりこう動きが速くて、なんかこう倍速で見てるかのような感覚ですね。そうですね、もう最速最軽量と言われてそれに遜色ないという戦い、チャンピオンシップですよね、はい、石川さんどうでしたか。いや、あの金子選手ってあのまだねキャリアが浅いから、はい、あのどこに強さがあるんだろうと分析してみたんですよね、あの試合、今この試合に向けて全部映像見たんですけど、はい、必ず攻撃とあの防御がセットになってるんですよ ね。防御したら必ず攻撃返すし、攻撃の後も必ず相手の攻撃を見てディフェンスにしながらやってるし、はい、うん、あとあの、ね、中村さんの指摘あった膝蹴り、はい、あの相手に合わせての膝じゃなくてクラッシュのパンチの打ち合いの距離の中から、あの出せるんで、それもあの以前前回の軍事タイト戦よりも出す頻度も多くなってるし、それの精度が上がってるのかなって印象ですね。また掴んだんでしょうね一つ。そうですね、大きな武器ですねあれは。前蹴りから赤いグローブチャンピオン金子です。試合は第2ラウンド、さらにもう一発ミドルキックへ、ね、バランスもいいんですよね攻撃の、これカットとかも、ね、右ストレート、はい、右のローのカットとかもうまかったりするし、それから中村さん内輪系激しいですね、はい、数多いパンチ、そこから右左はかぶせるように純也です。レギュラーキック、もう一発は純也の方です。佐伯さん気持ち強いですねやっぱり純也。そうですね、もう人生の半分ムエタやってますからね、10歳からすごいですよ。現在21歳です。学年は違うんですがお互い21歳、お互いオーソドックススタイルは第1ラウンドと変わりません。それでも中村さんちょっとパンチの上からでも自らの拳と金子が出てきます ね。なんかあの僕の印象ですけどムエタの選手ってこうフォームが綺麗な蹴り出せる時ってペースいいと思うんですけど、ちょっと崩れてきてますよね、はい、ジュニア選手。そうですか、石川さんはどう見てますか。そうですね、その通りですね。あのやっぱり本当0コンマ、ね、何センチかなんですけど、はい、あのローキックもミドルキックもあの距離を潰されてしまってるんだね、はい、うん、金子選手の左ボディ全身に、うん、あこういう間合いもそうなんでしょうか。この膝が、あの膝でパンチをつなげられるってなかなかできないですからね。つながりますね、この攻撃こそ最大の武器。倒れた膝をついたジュリア、まず、うわ、話も相当な量、口から血が滴り落ちています。この一戦の間にどんだけ強くなってるんですかね。金子の伸びしろ、まだ7戦目です、この男。ちょっと、なんですかね、キラリーボディーから、中村さんも完全にロックオンしてますよね。こう、新人類ですね。戦い方も含めて、K1 クラッシュルールでここまでこうなんですか、はい、左も崩れた。新たなるクラッシャーは53キロリミットにいます。今までは、ね、あそこまで倒せる左ボディなかったっすね。53キロですからね、この階級。あの純也が成長著しい。うわ、来いよ。さらに拳は釣られた。膝でしたね、最後。これで KO 勝ち、文句なし、初防衛に成功。いや、防衛ゼロはやばいっすなんていう言葉がありましたが、いやそんなことはなんだろう、全くこの金子明弘には関係なし。ちょっと、常識が崩されるような、K1 クラッシュが強いみたいな、はい、うん、なんかが強いんじゃなくて K1 クラッシュルールが強いっていう、そういう選手がついに出てきたかなっていう、はい。それでは見事勝利し初防衛に成功いたしました金子明弘選手より一言いただきます。さあマイクです。こんにちは、金子明弘です。今日の、 あのこの試合っていうかあのクラッシュが、めっちゃ KO 多かったんで、僕も KO じゃないとやばいなと思ってあの KO しました。はい、あのはい、元、しっかり、あの強くなるんで皆さんあの応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや KO しようと思って KO したシンプルです。そして故に強い
初防衛に成功、バンタム級チャンピオン金子明弘です。そうですね、もう単純に金子選手が強かったなっていう感じですね。ありがとうございます。戦ってみて相手の選手の印象変わりましたでしょうか？そうですね、やっぱでもパンチで来るって分かってて、まあ来たんですけど、やっぱパンチも強くて、まあパンチばっか意識しててちょっと膝蹴りもらってたんで、まあそこはちょっとやられたなって感じです。まあ負けたんで何も言えないんでちょっと考えます、休みます。そうですね、まあ無名台っぽいなと思ってたんですけど、結構僕もその対策でキロさんだったり無名台っぽい人と結構やってきたんで、まあ蹴りはほとんど 見えたかなっていうので、はい。もう練習してきたもん。まあそうですね、練習通りだったんです。はい、もうちょっとまとめるところをしっかり早く終わらせれたなと。いかがですか、何かやりたいことだったり。そうですね、もうもっと強くなって、次はもう K1 のベルト狙いたいなと思ってます。はい、53ないんで、はい、55で次はまああれを見て調整していきたいなと思ってます。はい、今回序盤から、はい、膝だったりパンチだったり、はいはい、結構効果的に入ってたのが勝利につながったと思うんですけど。あ、本当ですか。はい、狙い通りではないんですか。いや、顔狙おうかなと思ったんですけど、なんか顔めっちゃこうやってるんで、なんか、はい、腹の方がいいかなって、はい、そんな感じです。はい。はい。はい。では、すみません、ありがとうございます。